さて、ダイヤ改正解説2023、今回紹介していくのは、東急電鉄、相鉄線同様先日新ダイヤの時刻表、またその詳細が公開されたので改めて解説していこうと思います。それでは早速内容を見ていきましょう。まずは新横浜線。こちら新横浜駅の時刻表なのですが、この時刻表、バカでかいので、まずは日中の部分を抜粋して解説。日中は1時間に6本運行。目黒線では相鉄からの三田線行きが30分に1本。新横浜発着の南北線方面行きが30分に1本。東横線は30分に1本。相鉄線湘南台まで直通し、副都心線止まりが1時間に1本、東上線まで直通する列車が1時間に1本運行されます。ここまでの情報は12月の発表で分かっていたこと。ここからが新たな発表内容。まず、日中の新横浜線列車すべてが急行列車となります。目黒線直通は新横浜発着は確定になると思っていたので、日中の新横浜線列車がすべて急行になるのは意外でしたね。また、日中に目黒線を走る急行は15分に1本、つまり1時間に4本。よって、日中の目黒線急行列車すべてが新横浜までやってくることとなります。さて、皆様お気づきになられたでしょうか。目黒線の急行の運転間隔は15分、東横線は1時間に2本しか来ない。そう、なんと15分のダイヤホールがあります。一応15分空いた後の電車は始発列車なので、相鉄からの人と15分待機した人で混むみたいなことが起こることはないと思いますが、個人的には新横浜発着を確定、またはどっちも急行で新横浜線内ではおよそ10分間隔で日吉で時間調整するみたいな、新横浜線内はおよそ10分間隔を保つと思っていたので、15分間隔のまま新横浜線に突っ込ませるのは意外でしたね。また、この日中に新横浜を発着する目黒線急行は、上り列車は武蔵小杉で F ライナー特急に乗り換え、下り列車は F ライナー特急から乗り換えることができます。続いて朝ラッシュ。朝ラッシュでは1時間に最大15本運転、およそ4分に1本やってくる感じですね。そして朝ラッシュ時間帯においては東横線直通は1時間におよそ4本。朝ラッシュ時間帯の東横線はもともとルール詰めのダイヤで、菊名始発の確定の枠を削っての設定なので、本数が4本になってしまうのは致し方ないかなと。その代わり目黒線の列車は東横線に比べ大量に設定。日吉駅のほぼ同時間帯と比べるとこんな感じで、朝ラッシュ時間帯の急行のほとんどが新横浜から来る列車となっています。というか目黒線の急行日吉行きがバカみたいに少なくなっています。ということでこの流れで続きまして目黒線、こちら玉川駅下りの時刻表となっていますが、このうち目黒線完結の急行列車は平日5本と休日4本、急行の日吉行きがまさかのレア列車か。ちなみに目黒線始発の急行は平日3本と休日1本、日吉始発の急行はなんと平日と休日それぞれ1本ずつの絶滅危惧状態に。ちなみに日吉始発では日吉始発確定新横浜駅や日吉始発急行大和駅などいわゆるネタ列車が爆誕しています。というか急行大和駅は急行区間日吉新横浜間の3駅6分しかないんですよね。もしかしたら日本一短い急行になるかもしれません。続いて朝ラッシュ時間帯では急行と確定の対比を原則的に奥沢駅での通過待ちに変更。時刻表上の確定に A と付く列車が奥沢駅で後続の急行と対比。朝ラッシュ時間帯となる6時台あたりから9時台までの時刻表を見てみると、ほとんどの各駅停車に奥沢駅での通過待ちを表す A が付与されています。また、日中はこれまで通り武蔵小山で待避、三田線駅列車から南北線列車、南北線列車から三田線列車に乗り換えることができます。さて、ここからは東横線。東横線は新横浜線開業により日中のダイヤパターンが大きく変わります。30分サイクルのダイヤで、横浜方面行きの列車はこれまでと変わらず1時間に特急4本、急行4本、確定8本、そこに新横浜線直通急行2本が加わる形に、日中の日吉渋谷間の急行停車駅は菊名発着の各駅停車消滅前の本数に戻る感じですね。さて、今回の改正で登場する新横浜線からの急行は日中、全列車が副都心線まで直通します。ここで問題となってくるのが、どの列車を代わりに渋谷まで短縮するのか。現在、日中は特急と急行は全列車が、確定は30分に1本の渋谷発着以外の列車が副都心線に直通。そこに新横浜線からの列車がやってくるわけですが、副都心線側は日中の本数に変更はなしということで、この中の副都心線直通列車から2本、渋谷止まりになる列車が発生します。F ライナーは継続なので特急は除外し、新たに渋谷発着となるのは急行または確定。果たして選ばれた列車は、選ばれたのは、急行でした。はい、まさかのまさかで30分に1本、急行列車がまさかの渋谷発着に。ということでこちら武蔵小杉駅、平日12時台の上り時刻表、ちゃんといますね。急行の渋谷駅、そして日中の確定は行使行きは改正後も継続となりました。さて、続きまして新横浜線直通開業により、東横線下り日中の待ち合わせパターンに変化が、現在の待ち合わせパターンはこんな感じで、特急と急行は自由が丘と菊名で各駅停車を追い抜き、各駅停車は自由が丘と菊名で特急または急行に追い抜かれる。といった形です。それが改正後はどうなるかというと、こんな感じに、
そわかりにくいですが注目してほしいのは確定 A から確定 B まで。なんと渋谷始発の急行 A はなんと特急 A の後の発車。おそらく確定 B を待っての発車ですが、急行 A は東横線内の待避は実質菊名の1駅のみ。これによって問題となってくるのが確定 B。なんと確定 B は菊名まで先着。渋谷の時点でこれまで横浜への速達列車は5から10分間隔でしたが、これからは最大12分も空くことに。え、新横浜線の急行？待避一切なしです。ちなみに上りも渋谷まで待避は一切ないので、新横浜線急行は各駅停車と化しました。個人的に下り新横浜線急行は元住吉で前を走る確定 B を抜いてもいいかなと。実は現時点で、新横浜線急行から東横線確定へ乗り換える場合、日吉で6分も待機しないといけないんですよね。なので新横浜線急行から綱島大倉山へは少々不便になるかなと。そして東横線の時刻表を見てて気になったのが、渋谷駅平日、帰宅ラッシュ時間帯、なんと各時間帯5分、35分発の始発急行元町中華街行き、旧シート列車ではないのかと言われています。こうなる証拠は、1つ目、30分の等間隔であること。2つ目、例の急行は全て10両編成。これだけではまだ証拠不足なところはありますが、例の急行たちが全て東急車両なら、そういうことかもしれません。ちなみに大井町線の旧シートでは指定席料金が400円から500円に値上げの上、現在のフリー乗降区間は降車専用駅に、東横線旧シートでは料金乗降区間はどのように設定されるのか気になるところです。ということで今回の動画で新横浜線関連のダイヤ改正解説は終了となります。また、春の私鉄のダイヤ改正解説も今回で終了となります。次回からは完全に JR 編へ移行します。それではご視聴ありがとうございました。